こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日のお話はですね、よく言われる伸びる子の特徴をまとめてみたんですけれども、よく言われるのが継続力がある、勉強時間が長い、読解力がある、先日読解力の話もしましたけれども、思考力がある、負けず嫌いなんていうことが挙げられると思います。まあ、継続力があるっていうのは、まあ、毎日コツコツ勉強するよねっていう子、あるいは勉強時間が長い子、小学生のうちからきちんきちんと 1,2 時間勉強するよね、まあ、小学生だと30分も勉強してくれればありがたいななんていう感じだろうとは思うんですけれども、まあ小学生のうちから 1,2 時間きちっとそれも毎日コツコツ勉強するよね、もうこの2つができただけで、まあ勉強は伸びていくだろうなという気がしなくもないんですけれども、プラスアルファ、読解力がある、深く早く理解できるよ、読む力がありますよということですね。で、あとは思考力がある、難しい問題でもしっかり考える、投げ出さずに自分なりに考えて、で、問題を解いていくということですね。で、あとは負けず嫌い、まあこの思考力があって、難しい問題でもしっかり考える、その根本にはもしかしたら負けず嫌い、自分だってこの問題解けるはずだっていう気持ちが、中にあるのかなというところなんですけれども、まあよく聞く話で、まあこれができればもう万々歳なんだよっていうことで、まあお父様お母様の、気持ちの中では分かってるよ、じゃあどうすればそういう子になるのよっていうところが聞きたいんだろうなというところを思いつきましたので、まあこれは私流なので、全てが全て正しくて、どこのご家庭にも当てはまるというつもりはないんですけれども、まあ当てはまる部分だけ、ご参考にしていただいて、で、まあ、視聴者の皆さん方だと、中学3年生あるいは中学2年生ぐらいのお子さんをお持ちの、お父さんお母さんが多いと思いますので、まあ、小学生でできればっていうところで私考えているんですけれども、まだ中学生、2年生3年生ぐらいですとまだまだ参考にというか、使える手はあるのかなというところがあるかともしれませんので、ぜひそんな形で、まあ、参考にしていただければなと思います。で、じゃあまず一つ目、継続力つけるにはじゃあどういうふうにしていったらいいのよっていうところですけれども、まあ小学生の、間にいろんな習い事ですね、スイミングだったり、まあ、サッカーだったり、ソロバンだったり、クモンだったり、まあいろいろあると思うんですけれども、まあ、習い事始めると、お子様の口から、習い事、今日は、まあ、スイミングだったらスイミング、今日は休みたいなんていう話が出ることがあると思います。でその時に、ぜひ活かせる工夫っていうのをしてあげて、いただけたらなと思います。で活かせる工夫として、なだめたりすかせたり、あとはお菓子を買ってあげるからとか、帰りにアイス買ってあげるから頑張っていこうよとか、まあ、それも一つの手なんだろうとは思うんですけれども、そういうことではなくて、行ったらきっといいことがあるよっていう形で、まあ、これもまあ一つのなだめたりすかしたりに当てはまるのかもしれないですけれども、なんか今日はきっといいことがある気がするんだよねお母さんとか、そんな形で、連れて行ってあげて、で、そのまま、まあ、お母さんなりお父さんなりが、きっといいことがあるよって言ったおかげで、行くっていうことに心が動いてくれたらですね、で行ってくれたらぜひ褒めてあげていただけたらなと思います。で、褒めるのも、行ったことを褒めるっていうのではなくて、結局このきっといいことがあるようのいいことがあったよねっていう形で褒めてあげるといいのかなと思っています。で行った結果あったことですね、例えばスイミングだったら、この間よりも腕の振り方が良かったよ、だいぶ上手になったよねとか、今日行って良かったね、今日の先生はすごく、教え方が上手ですごくスピードが出てたよとか、そんなこと感じのことで、ご本人さんが、言ったおかげで少し伸びたんだっていう気持ちにさせてあげるような、いいことを見つけてあげて、でそこをしっかり、よかったねっていうことで褒めてあげると、それがこの休みたいっていう気持ちをだんだん減らしていって、で、ひいては継続力につながっていくんじゃないのかな、そんなふうに考えています。で次、勉強時間ですけれど もうこれは規則正しく習慣づけるっていうしかもう、手はないと思っていますので、ま、これですね、何曜日の何時から何をやってどこまでできるようにっていうのを、計画立てていただいて、
で、しっかりと、もうこの曜日のこの時間の、ここからここまではこれをやるよっていう形で、もう歯磨きですとかお風呂ですとかそういったことと一緒にで、もう、生活の中の習慣として勉強時間っていうのを確保していっていただいて、で低学年のうちは30分ぐらいから始めていただいて、で、6年生に なるまでに1時間なのか2時間なのかという形で、規則正しくですね勉強習慣をつけていただければなと思います。で、その勉強時間を確保するのと同時にこの読解力っていうところなんですけれども、本を読もうっていうところですけれども、まあ本を読むのも、本を読ませようと思って読みなさい読みなさいと言ったところで、お子様は読んでくれないと思います。今は楽しいものがゲームだったりスマホだったりタブレットだったり、いろんなものがありますので、読みなさい読みなさいってガミガミ言ってもきっと読まないと思いますので、ぜひこんな形で、親御さんがですね読んで面白かった本、この本はこんなに面白かったよっていう形で、ストーリーの最後のネタバレまではしないように、ここがこうなってねこうなってねこんなことでここでドキドキしたんだけどもねその先は読んでもらわないとわかんないよねみたいな形で、お話ししてあげると、読んでみようかなっていう気になってもらえると思いますので、ぜひそんな形で、面白かった本の紹介をしてあげてください。で、親子の読書時間を作ってください。でこれは先ほどの勉強時間の確保、規則正しくっていう形と、関連してくるんですけれども、親子の読書時間を作ってあげて、でつけっぱなしのテレビ、なんとなく面白くないんだけどなんとなくついてるから見てるよなっていう時間を、やめていただいて、で、もう、テレビを全く見るなというつもりはないので、見たい番組だけ、ここからここまではテレビを見るよね、この番組見るんだよねっていう形で見て、で、ここからここまでは、先ほどの何曜日の何時から何をやってというところにつながっていくんですけれども、じゃあこの番組見終わったら、じゃあお父さんとお母さんと3人で本読もうねみたいな形で読書の時間を作って、でそれぞれ別の本を当然読むことになると思いますので、その中でお父さんこの間この本読んだらこんなに面白かったよとか、お母さんこの本読んだらこんなに悲しくなっちゃってねなんていう話をしてあげると、最初は児童書なんかをお子様は読むことになると思いますけれども、だんだん大きくなるにつれて、お父さんこの間言ってた、この本自分も読んでみようかなっていう気になってくれればもう閉めたものですので、そんな形で、まあ水先案内をしていただけたらなと思います。で、お子さんもですねだんだん、大人と同じような本を読むように、まあ、小学校 4,5 年生になるとだいぶ読めるようになってくると思いますので、どこが面白かったかっていうのを話し合っていただいて、で、ここがハラハラしたよねとか、ここがドキドキしたよねという話も軽い話でも結構ですし、ここはこんなにかわいそうだったよねとかっていう、感想の言い合いですね、そんな話をしていただけたらなと思います。で次、思考力のところですけれども、興味を持ったことに関連づけて、いろんなところで、その興味を持ったものに何て言うんですか、つながるような形で物事を捉えていただければ、話していただければなと思います。で、まあ、例えばの話ですけれども、小学校で東西南北方角ですね、を覚えてきたよって言ったら、じゃあお昼の太陽の位置ってどっちにあるんだろうねっていうことで、お昼の太陽の位置、確認してみようね、今日はこっちだったね、明日もになったらやっぱり同じところにあるね、じゃあ、夏はこっちだったけど冬になってもずっとこっちにあるのかなみたいな形でお昼の太陽の位置を、確認してみる。まあこれは、お父さんお母さん働いてるとなかなかできないので、例えば日曜日、来週の日曜日もう一回見てみようかとかいうのでも構わないですし、まあきっと同じところにありますので、まあただ高さが変わるよね、冬になるとだんだん低くなるよねでも結構ですし、冬になったら影がこんなに長いねでも結構ですし、そんな形で観察していくと、日時計で、帰宅時間を判断できると思います。例えばマンホールの真ん中に棒を立てて、あるいは棒がなければ自分がお子様自身がマンホールの真ん中に立って、お昼の太陽の位置ってこっちだよね、いつも行く公園にあるマンホールのこっち側に影ができたらお昼だよねとか、じゃあこっちに影が行ったらもう帰んなきゃダメだよねとか、そんな形で日時計の、
で、自分が帰るべき時間がなんとなく分かるですとか、そんな形で一つのことを覚えて帰ってきたら、どんどん発展させるような形で、興味を持たせるような形の話をしていただけたらなと思います。で、休みの日にぜひ実験をしていただけたらなと思います。で、別に実験といっても、学校の理科室でやるような、大ごとになるようなことでなくても結構ですので、簡単なもので結構です。例えばろうそくにコップかぶせたら消えるよねとか、あるいは、100度でグツグツ沸いている、お鍋の中で、短時間さっと茹でたそうめんと、ちょっとぬるい感じの、低温でその代わり長時間茹でて同じように柔らかくなったそうめんとどっちが美味しいだろうねとか、そんな話をしながらですね、じゃあ2つの鍋でやってみようかっていうのをやってあげると、お子様は興味津々で、いろんなものに興味を持つと思います。で、興味を持ってくれたらもう閉めたもので、いろんなことを考えて、思考力が育っていくと思います。で、負けず嫌いのところですけれども、こちらはぜひ、どちらかというと、体を動かすような形、まあ野球ですとかサッカーですとか何でも結構ですので、体を動かして、ぜひ負けを味わわせていただけたらなと思います。で、負けると悔しいよねっていうのが分かってくると、次には勝つにはどうするかっていうのを、考えさせてあげていただいて、で、ぜひお父さんお母さんも一緒にですね、じゃあ勝つにはこうしたらいいんじゃないの、ああしたらいいんじゃないのっていうのを考えていただいて、で、まあただこれがですね、星一徹のように朝から晩まで野球をやらせてお父さんがガンガン、引っ張っていくっていうのは無理ですので、まあそれを一緒にやるんだけれども、じゃあこの時間、何曜日の何時はお父さんが早く帰ってこられるから一緒にキャッチボールやろうねでも結構ですし、じゃあ一緒に素振りしようねでも結構ですし、一緒にやっていただけたらなと思います。で、それをやっていくにつれて、全ての面で、例えば野球でもナンバーワンで、かけっこでもナンバーワンで、勉強でもナンバーワンでっていうのはもうそれは無理だよねっていうことは、分かってくる、あるいは教えてあげることができると思いますので、じゃあ自分はこれだけは負けないぞっていうところを作っていただければなと思います。で、それがまあ、野球っていう形ももっと細分化してもいいと思います。例えば、守備は得意だけどバッティングはちょっとダメなんだよねでも結構ですし、もっと細分化してフライを取るのは上手なんだけどゴロが苦手だよねでも結構ですし、そんな形でなんか一つ、一種類だけでも、自分は得意なものがあるんだぞっていうことで、これだけは負けないよっていうところを作っていただくと自信につながっていくと思います。で、こんな形で5本柱ですね、継続力、勉強時間、読解力、思考力、負けず嫌いな部分、こんなものを育てていっていただけたら、受験に向かっていくときも、まあ、ご自身の中でですね、中学生のうちはまだまだ、まあ、半分小学生みたいなところで半分高校生みたいなところがありますので、お父さんお母さんのサポートを、受けながら高校受験をしていくとことになると思うんですけれども、高校からですね大学受験ということになっていくと、もうお父さんお母さんのサポートというよりは自分のすでにその18歳の時までに身につけた、この5つの柱を、軸にですね自分で頑張るしかなくなっていく年代に入っていくと思いますので、その時までにぜひこの5本柱をですね少しずつ、身につけさせていただけたらなと思います。まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、これが全て正しくてこれしかないというお話ではありませんので、私だったらこうするなという話でブラック流ということで、名付けましたけれども、ご参考にできる部分がありましたらぜひご参考にしていただいて、まあ、試しにということでやってみるのもいいんじゃないのかなと思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。